はいどうも孝太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いや今回はなんですけどね、ちょっと嬉しかったことですね。このね、トポアスレチックの靴なんですけどもね、これにシダスのね、このインソールを入れることによって、めちゃくちゃ履き心地が良くなったって話ですね。はい、前からね、まあ、トポアスレチックいいなって思いつつもね、なんか上手してもちょっと余ってるみたいなね、ちょっと大きいなっていうところがあったんですけどね、試しにねこのシダス入れてもらったんで、もうジャストフィット感がすごいってことですよね。なんでね、もうこれちょっとシダス入れることによってソールが硬くなってるのでね、これ結構もう重たい荷物ですね。まあ15キロぐらいやったらもうこれで全部行ってまおうと、ね、これ低山もこれで行ってまおうということで、ね、結構オールマイティーな、ね、靴ですね。ほんでかつ、これイーベント使ってるんでね、イーベント使ってるんで、まあ、こんな感じでね雨でも行けるということで、いや結構これの出番多くなるんちゃうかなという話ですね。まあ、何が言いたいかと言いますとですね、靴買うときにね、このインソールもね一緒に買うっていうことがね、ポイントかなと思いますね。はい、まあね、靴ね僕はまあこれ後だと入れたんですけども、靴買うときにね、インソール買ったらもういきなりジャストフィットするかなとかね。で、まあ、よくはたまに聞くのがね、靴買ってね、インソール別に買った時にね、もうインソールあった方、インソールつけた方が合えへんやんけみたいなね、パターンもありますんでね、最初からねこのシダスとかスーパーフィートとかね、まあ、その他オリジナルのインソールありますけどもね、それのある店に行ってね、最初から試し履きした方がいいんじゃないかっていうね、より靴がねフィットするんじゃないかっていうところでね、まあそういうところでね、ちょっと参考にしていただけたらと思います。まあただね、ただ登山靴もね、いきなりもう最近も2万円台、前半かな、日帰り登山靴でもね、やつはそれぐらいするんで、いきなりもう高いやないかいってね、いう方もいらっしゃるんでね、そういう方はね、また分けて買うのもいいかなと思うんですけど、多少ね、まあ自分に合う登山靴が欲しいって方はね、インソールありの試し履きとなしの試し履きをね、やっていただけたらなって思います。まあそんな感じで、ほな、さいなら。